9月30日、宮内庁は一昨年3月から続いていた秋篠宮家の改修工事が終わったと発表しました。2020年から始まった秋篠宮邸の改修工事が終了しました。建物にかかった費用は26億円でした。宮内庁は、2020年3月から始まった秋篠宮邸の改修工事が30日、すべて終了したと発表しました。 コロナ禍の影響などで当初の予定より半年遅れ、かかった費用は、敷地全体でおよそ30億2000万円、そのうち建物はおよそ26億円でした。周辺の赤坂御用地の整備と合わせた費用は34億6600万円で、代替わりに伴う一連のお住まいの工事はすべて終了しました。改築工事中に仮住まいとして使用されていた、御家具所の総工費9億8000万円と合わせて、 なんと約44億円の大工事となった秋篠宮邸は、ネット上で現代のベルサイユ宮殿などとも揶揄されているようです。もっと金を。今回の工事では、紀子様からのご要望により、様々な追加の作業も行われたようですが、中でも、特に注目されたのが、内装にもっと金を使ってほしいというご要望です。さて、極能の尽きない秋篠宮家に先日、大きな動きがあった。 9月30日、宮内庁は一昨年3月から続いていた秋篠宮家の改修工事が終わったと発表しました。コロナの影響もあって工期は半年ほどずれ込みましたが、建物の延べ面積は約2970平方メートルと、これまでの2倍近くに広がりました。合わせて、秋篠宮家の北側に隣接し、ご一家が会見などで用いられてきた赤坂東邸も整備されたのです。前出記者。 総工費は約34億6600万円。これとは別に、19年2月に完成し、ご一家が工事中に住まわれていた、ご家具所の総工費はおよそ9億8000万円で、こちらは事務所や収蔵庫として活用されるといい。すべて合わせると、今回の大改修で秋篠宮家に関連する建物の延べ面積は5500平方メートルを超え、 昨年6月末に改修された皇居古書の約5290平方メートルに匹敵する広さとなりました。が、このニュースが報じられたのは、折屋く飲料や食品など6400品目以上が一斉値上げされた10月1日の前日。早速ネットニュースのコメント欄では以下のような書き込みが。現代のベルサイユ宮殿ですかね。国民が10円20円でヒーヒー言ってるのに信じられません。 税金を使うな。ではなくて、こんなに使わなくては秋篠宮さまご一家は暮らせない理由があるなら知りたいし、知らせてほしい。前出の記者が続ける。18年11月のお誕生日会見で秋篠宮さまは、陛下が取り行われる大城祭に国費を充てることに異議を唱えられました。内定会計、お手元金、で行うべきだできる範囲で身の丈に合った儀式にすれば、などと、 独自の見解を披露されたのです。それでも実際の大乗祭の費用は約24億4300万円と、秋篠宮邸の改修費よりはるかに少なく、町内では、ご自身の身の丈は、といった不満の声も上がったのです。今回、工事が終わったことで、改めて費用が訴状に乗せられたわけだが、こうした声とは秋篠宮様もご存知のようで。 30日に行われた公私職のレクには管理部長と公務課長も同席し、電化はなるべく回収費を抑えるようにとのご意向だったなどと再三にわたって強調していました。もっとも、すべての公費を合算すると実に44億円余りの税金が注ぎ込まれたことになります。工事の規模が違うとはいえ、御所の回収費は約8億7千万円。対照的な数字となりましたどう さらに、前室の関係者が明かすには、宮廷の改修が半年ほど遅れたのは、工事の途中で木コヒ殿下がイレギュラーなリクエストをなさったことも一因です。ヒ殿下は作業の進捗状況を確かめになるため、しばしば現場に足を運ばれていたのですが、その際に内装に金、金を多く使ってほしいと注文なさっていた。何でも、 会見などに用いる大きな部屋にお使いになりたいというご意向でした。こうした内装に金をふんだんに使用したという新たな豪邸に対して、ニュースサイトのコメント欄では、批判的な意見が殺到することとなりました。息子の伊勢神宮参拝や豪邸新築の一軒に見られるように身の丈に合うどころか文をわきまえない文家、特にその嫁の虚栄心を抑える法的規制が必要だと考えます。 兄を支えるのが弟の務めなのに、兄に厳しく自分に甘いなら国民の敬愛など望むべくもないという気がする。このままでは制度の見直しは必須だと考えます。物質的に王公貴族としての体裁を整えることばかり頑張っているようですが、もっと内面の高貴さを磨くようにしてほしいと思う。それがノブレス・オブリージュということだと思いますが、 このままではいくら SNS 戦略を見直しても国民が納得し喜ぶと期待する要素はないと思う。カビだけを追求するなら赤坂関連の予算をもっと厳しく監査する必要があると思う。紀子様の機構に、宮内庁職員驚学。このように批判が殺到している新居ですが、実は、この改修工事が終了した後に、紀子様が取られたある機構が、宮内庁の内部で話題となっているようです。 改修工事終了後に、秋篠宮家のご一家揃って、改修後の宮廷の様子をご覧になられたのですが、その際、なんと紀子様は、突然、なぜ、こんなに金を使っているのですか、と絶叫され、久人は金アレルギーなんです。こんなもの貼っていては大変なことになります、などと煽られ、内装に使用されていた金メッキをベリベリと剥がし出されたのですね。もちろん、改修工事を担当した業者や、 宮内庁の職員は、悠仁さまが金アレルギーを患われているなど、聞いたこともありませんでしたし、何より、内装に金をふんだんに使用されることは、紀子さまからのご要望でしたから、ただただ、戸惑うほかなかったようです。結局、紀子さまは、数キロほどもありそうな金メッキをすべて持ち帰られたのですが、その際にも、特に悠仁さまが金に反応して、アレルギーに苦しむような様子も見られませんでした。 どうやら、その金は後日、業者へ持って行き監金されたようですが、そのために、数百万円かけて、剥がした壁の回収を行うこととなりましたので、トータルでは、大幅な損失となったことは間違いありません。秋篠宮家関係者。果たして、紀子さまは、最初から剥がして監金するために、金を使用する要要望されていたのでしょうか。皆さんは、こうした紀子さまの寄稿について、 どう思いますかありそうな話ですが本当でしょうか金属に施した金メッキはそんなに簡単には剥がせないのではないでしょうか壁に貼った金箔ならわかりますが、完成した建物の金メッキあるいは金箔を勝手に剥がすとは器物毀損にあたり犯罪行為でそれを売るのはまた横領になるでしょう。宮廷は国家予算で建設された国家財産です。三宅の資産ではありません。 もっと金をと言っておきながら、今度はずる人のために剥がしたのですかそれだけでなく、後日、ずる人に金アレルギーがないことがわかるや否や、元に戻すなんてその費用も含めて、税金の大無駄遣いですね。国民が毎日の物価高で、悲鳴を上げ、日々の生活の中で節約をしているというのに、鬼子は自分のことしか頭にない人ですね。公私費殿下の資格はもちろん、 国民の生活に寄り添った行動ができない分、国民からも嫌われる最大の原因であるという認識のかけらもありません。一日も早く、秋一族全員廃着され、この豪邸も売却処分されることを希望します。今年4月から、筑波大学附属高校に通われている秋篠宮家の長男久人さま。これまでは、地区府の校舎の周囲に有志鉄線が張り巡らされ、侵入者を防ぐ、 忍び返しなども設置されたことから、その過剰な警備について問題視されてきました。ですが、今月16日に配信された現代ビジネスの記事によりますと、宮内庁では、現在、悠仁さまの警備体制が不十分なのではないか、という、侵略の問題が懸念されているそうです。道ですれ違っても、振り返る人はほとんどいない。それほど自然なお姿で悠仁さまは投稿している。 だが、よからぬ思いを抱く者が一人でもいたら、平和ボケとも言える護衛の甘さに警鐘を鳴らす。その急な坂は、地元の人たちから国コ,コ坂と呼ばれている。国コ,コとはフランス語で、ひなげしを意味する。もっとも、坂にひなげしの花が咲くわけではない。道の両側はコンクリートの高い壁になっており、緑深く苔むしているだけだ。坂の名は、 中腹にある洋食や、国立湖からつけられたものだ。そんな洒落た名前の坂を通って筑波大学附属高校の生徒たちは登下校する。9月28日午前11時前、坂の上の校門から次々と生徒が出てきた。この日は前期の期末テストが行われたので、下校時間が早まっていたのだ。高校生の集団に混じって、二人の屈強な男性が歩いている。 そしてその 20M ほど先を3人の男子生徒が楽しそうに話しながら坂を下っている。テストが難しかったことや明日の試験範囲のこと、試験後の秋休みの予定などを語り合っているのだろうか。じゃあね。坂を降り切ったところで2人の生徒は音羽通りを地下鉄の五国寺駅のある方向へ曲がった。他の生徒たちもみんなそちらに向かって帰っていく。誰も気づかないほど普通。 一人だけ逆の方向に向かった生徒は、グレーのスポーツジャケットに紺色のパンツ、教科書がたくさん入って重そうな黒いリュックを背負っている。親しい友人たちから、ヒーメロとあだ名されるのもうなずける、どこにでもいそうなごく普通の高校生だ。その少年が、後位継承順位第二位で、ほぼ確実に未来の天皇になる男の子だとは、道行きく人は誰も気づかないようだ。 久人親王殿下の下校の様子は、あまりに普通の高校生のようだった。マンションや出版社、郵便局やロイヤルホストが入るビルの横を一人で悠々と歩いている。後方から護衛の者も,も歩いているが、20M 以上も距離を置いており、物々しさは全くない。200M 近くは歩いただろうか。久人様は脇道に入り、そこで待機していた茶色い高級セダンに乗り込んだ。 後部座席には白いカーテンが取り付けられているが、開け放したままだ。運転手は絶対安全運転を心がけているのだろう。大通りの車が完全に途切れるまで、2分以上も待ってからようやく左折した。近隣のマンションに住む女性、60代が語る。何度か、朝の時間帯に通学されるご様子を見たことがあります。中高生や保育園の送り迎えの父兄の自転車などで、 人通りも多い中、ポツンと一人で歩かれていました。何年かすれば本当に天皇陛下になる方ですよね。安倍さんの事件もあったし、物騒な世の中です。あんな風に歩いていて大丈夫なんでしょうか。たまたま下校の様子を目撃した本式者の感想も全く同じである。もし、暴漢が襲いかかったらひとたまりもない。そう断言できるほど、のんきな警護に見えた。 秋篠宮家の無責任さを指摘する声も。果たして、こうした厳重さを欠く警備体制が、秋篠宮ご夫妻の要望なのか、久人様ご本人からのご要望であるのかはわかりません。とはいえ、地区府の生徒や保護者らには、過剰な警備で窮屈な思いをさせておきながら、ご本人は、軽めの警備を望むというちぐはぐな警備体制について、ニュースサイトのコメント欄では、 疑問や不満の意見も書き込まれているようです。皇位継承者としての自覚があれば、警護の煩わしさも受け入れなくてはならないと思うけど、警護を巻くなんてもってのほか、多分親が自由にしたいから子供にもと警護を手薄にしてるんでしょうね。何かあれば警護を責めるのでしょうから、警護のやりやすいようにすべき。天皇になった時、万全な警護での生活が耐えられるでしょうか。 それに耐えるのが帝王学だと思うんですけど、上皇陛下も近城陛下もそういった生活を長年されてきてます。時代が違うからというが、昔より今の方が自分で銃を作れる時代だということを認識しないといけないと思います。最近では、安倍元首相が演説中に自作の銃により、銃撃されるという事件も発生しましたが、要人の警護には万全を期す必要があります。 秋篠宮家が招く口頭断絶の危機。ましてや、悠仁さまは、皇位継承順位第2位の男性皇族。現行の皇室典範は、男系男子のみが皇位継承可能であるという現実を考えるなら、悠仁さまに対するテロの危機は口頭断絶の危機と同義であるともいえます。元大阪府警警部の門脇講師が語る。周囲の生徒や教職員に緊張感を与えないためにも、 あまり青取り自しくないスマートな警護を心がけているのでしょう。とはいえ、お一人で行動を歩かれている距離がこれだけあると、何か不測の事態があった際に防御できません。SP は、最後は自分の身体を盾として用人を守るべく訓練を受けており、それが使命でもあります。しかし、守るべき人との間に距離があっては、いざという時に警護のしようがありません。 皇族が外出する際には常に皇宮警察が中心になって護衛に当たる。久人様のような親王の場合、最低でも二人が付き添う形になる。だが、皇族の中には大行な警護体制を好まない方たちも多い。こちらの現代ビジネスの記事では、過去様が護衛から逃れるために、電車の扉が閉まる瞬間に駅に降りられたといったエピソードなども紹介されており、 秋篠宮ご一家の皇族としての自覚のなさや、どれだけ、周囲を振り回して、警備の方々に迷惑をかけているのか、といったことが指摘されています。この記事が秋家のリークによって書かれているのなら、その意図は何なのでしょう。これはいよいよ久の知的、そして、身体障害をごまかせない。あるいは、やはり肝試しでの性犯罪をもみ消せない。それゆえに、 ヒサをこのつくふからフェードアウトさせるための布石のためのものでしょうか。ヒサヒト様がテロの標的になっては大変です。これは皇室断絶の危機です、とか言って。まあ、そうしたら一般人は、だから学習院に行けばよかったじゃんという突っ込みを入れることになるわけですが。でも、もし、この記事がヒサヒトの自主大学をソフトランディングさせる意図によって書かれたものなら、それがヒサにとっても、 彼ののの周りの人たちにととっても一番いいことなので、私はそれでいいと思うし、そうであってほしいと思うのですが、秋篠宮家がテロの餌食になっても悠仁さまがテロの餌食になっても、もう仕方ないと思います。国民は最初から秋篠宮家を疑ってわけじゃないと思うし信用してなかったわけではなかったと思います。ただ、国民は天皇や皇族を大切にしてきただけに、秋篠宮家の裏切りは、 残念どころか怒りを買うことになりました。皇族なら、盗撮が許されるのですか不正に血税を使うことが許されるのですか将来の天皇なら、女子生徒の身体を触るのが許されるのですか将来の天皇なら、進学校への不正入学が許されるのですか違いますよね。小室圭さんとの結婚の時もそうです。国民の前で、 国民が納得しない結婚は認めないと公言したのに、させました。せめて、小室圭さんとの結婚させるならば、試験に通ってから結婚をしたためればよかったかと思います。悠仁さまや秋篠宮家がテロに会うというのは、残念ながら自業自得だと思います。今月末で、結婚一周年を迎える秋篠宮家の長女真子さんと小室圭さん。 金銭面でお二人の生活を支えるはずの小室圭さんがニューヨーク州司法試験に二回連続で不合格となっていることもあり、紀子さまは、さぞお二人の生活を心配しているかと思いきや、どうやら、そうでもないようです。それは、予想に反したものだった。年間を通して秋篠宮妃である紀子さま、56、がその心の内を公にされる機会は少ないが、 その一つが9月11日の誕生日に際して出されたコメントになる。記者会からの質問に対して文書回答をされた中で、小室真子さん30や K さん31位について触れたのは、下記の点だった。二人で力を合わせ、健康にも気をつけて、新しい生活を心穏やかに送れるように心から願っております。二人の幸せを祈っております。 今は直接会うことがかないませんが、庭の花の世話をしながら、気候ばらのアーチを作り、いつか娘と一緒にゆっくり庭を歩くことができましたら、と思っております。小室夫妻に対しての貴子様のメッセージは極めて温淘かつ遠極的なものだった。言葉を変えれば、あっさりしたものであり、二人との距離を感じると言ってもいい。貴子様の心の中で、 眞子さんが占めるウェイトはかなりに上ると見る人は多いのですが、実はそれほどでもありません。すでに皇室を離れ、嫁いだみ手を差し伸べられるとしても限界がありますし、夫婦で乗り越えていく他ないとの思いが基本的に終わりのようです。皇室ジャーナリスト。秋篠宮家から、そして日本から逃げるようにして、結婚後にニューヨークへ移住していった眞子さんですが、紀子さまは、もはや、 勝手にしてほしいと半ば見捨てるような心境になられているのかもしれませんね。悠仁さまの成績不振に頭を抱えられる紀子さま。そんな現在、紀子さまが頭を抱えられているのが、長男悠仁さまの成績不振の問題であるようです。先のフライデーデジタルの記事には、次のように書かれています。では、紀子さまの心の中で多くを占めているのはどういったことなのか。 前室,室ジャーナリストが続ける子さ様27の交際と結婚そして悠仁様ま16の進学です特に進学についてはまさに目の色が変わるほどのようです悠仁様は今春お茶の水附属中を卒業筑波大附属高へと進学されたお茶の水は高校から女子のみとなるため悠仁様の進学先は世間の注目の的となりました お茶の水と筑波との間に結ばれた定型更進学制度を利用しての進学が取り沙汰される一方で真子さんの結婚が近づく中で秋篠宮家に対して皇室特権などといった国民からの厳しい声が上がった当然久人様ををぐっては進学時期にあたる今年2月かつて自身が書かれコンクールに入賞した作文が参考文献として挙げられていないものと酷似していることも明らかになった そういった物議を醸した時期から半年余り、紀子様の胸中はどういったものなのだろう。実は久人様の成績が思ったほど伸びていないと聞きました。夏休みの努力が結果に結びついていないということのようです。外部から見ればまだまだ時間の猶予はあるように見えますが、紀子様自身、このペースだと間に合わないと少しじられているご様子とのことです。秋篠宮家の関係者。 これまで東大への推薦入学や総計上知など様々に噂されてきたが、一つに絞り込んだとまでは聞いていません。ただ、2月の受験時期よりも前に推薦など何らかの形で進学が決まる方向を模索されているという情報もあるようです。ご本人の志望動機も去ることながら、宮廷から大学までの距離や警備のしやすさなどの重要ポイントを勘案した上で決められることでしょう当然。 これを踏まえれば、残された時間はあと2年ほどということになる。まだ2年と見るか、もう2年と見るのか。紀子様の苦悩は当分続きそうだ。こちらの、久人様の成績不振に関する記事について、ニュースサイトのコメント欄では、東大など進学できるわけがないといった感想や、そもそも地区府にずる入学したのが間違いだった、といった厳しい意見が書き込まれています。 息子の定型行進学制度や伊勢神宮参拝、皇帝新築の一軒に見られるように身の丈に合うどころか文をわきまえない文化、特にその嫁の虚栄心を抑える法的規制が必要だと考えます。兄を支えるのが弟の務めなのに、兄に厳しく自分に甘いなら国民の敬愛など望むべくもないという気がする。このままでは時代の体制見直しは必須だと考えます。